なんだお前は、なんなんだお前は、なんなんだよこいつも本当に、ほんま草しか、なんなんだよお前ら。しかも吉彦、顔が吉彦だからねこれ。なんなんだよこいつらも、なんなんだよこいつ本当に。顔が吉彦だからな。なんなんだよもうこれ、ちょっとレースどころじゃねえじゃないかお前。顔吉彦マジ草しかないよ。さあカメックスが有利な状況かな。カメックスがデブはどこ行った。デブは結構大幅に今回遅れてますね。何なんだよこいつら。草しか生えない。さあカメラマンを作りたい。さあ P の怒り、吉彦の怒り。カメックス速い、カメックス速い。スピードスターです、カメックス今回は。スピードスター、謎の紫 P が、謎の紫 P は一体誰なんだ。髪の色が違うの、草やぞ。何なんだこれは。さあデブも後ろから追ってきているのか。デブも後ろから追ってきている。さあここからでも全然巻き返しが狙えるぞデブ。さあ最後まで何があるかわからない。ガーゴイルの攻撃が降り注ぐ。カメックス有利、カメックス独走、カメックス独走だ。早い、早すぎる。二人の P が全く追いつけていません。早すぎる。これはカメックスの勝利か。カメックスの勝利。あーデブー、デブーデブー、なんということだデブー。勝者カメックス、おめでとうございます。勝者カメックス。カメックスが襲われる、カメックスが襲われようとしている。やめろ、その顔で吸い付いてくる、やめろ。驚異の口99に吸われる。きたー、初代王者ウルバリン VS 前回から登場した謎の男イクイクワイマールマン。なんやこいつら、なんやお前ら、なんや、部族王、部族王じゃないか、部族王、やめろ部族王、やめるんや部族王、やめるんや部族王、部族王、やめろお前、聖女がお前、聖女がお前、すさまじいことになってるやないか、お前、やめろお前、聖女が、部族王お前、ふざけんなお前、部族王、聖女、相撲までいるやんけ。じゃあ相撲もおるやんけ。それでは、ダークソウル第4回最速、おーっと部族王の攻撃が届く。いきます、位置について、よーい、あごめん、初代王者 VS ワイマールマン、位置についてよーいドン。あこれも見えなそうだな、これ見えるまで投げる。投げていけ、いっぱい投げたら1個ぐらい見えるやろ。見えないか、もうちょい遠くに飛ばしたら多分見える。あもう走ってる、見えたっぽいな。何見とるんや。さあ、走ってきたのは、ワイマールマン、ウルバリン、初代王者ウルバリン、やはり速い。ワイマールマンがそれを追っていく形。さあさすが初代王者、毎回いい走りを見せてくれる。前回では王者同士のバトルになった激アツ展開もありました。さあウルバリン先行している。ウルバリンは上半身、ワイマールマンが燃やされている、ワイマールマン燃やされています。聖女相撲の攻撃ですかね、あれは。ウルバリン早すぎる、ウルバリン早い。なんという男、速度が違う、ウルバリン速度が違いすぎる。なんというとこ、さあ相撲がこっちからやってきた。さあワイマールマン、ウルバリン速い、ウルバリン抜けて、速すぎる、
早い、早すぎる。さあ、相撲、聖女相撲の攻撃。ここでウルバリンが抜けて、ワイルマンが後ろから、ワイルマールマンも後ろから追ってきます。さあ、ほぼ互角。そしてフォースが、聖女相撲のフォースが行く手をはめます。さあ、ワイマールマン、これを追っていく。さあ、部族をもここで止めていきたい。闇霊の意地、敗者の意地、こいつらを一緒に敗者復活へ引きずり込んでやるという。危ない、聖女アルトリス、危なかった。まさかの場外に落ちるところでした。さあ、スモーとアルトリウス、4騎士になれなかったスモー、ここは悔しさをぶつけていきます。聖女スモー走って、ガーゴイル、パイセンも妨害をしていく。さあ、どっちが先だ。ウルバリン早いですね。ウルバリン先行、さすが初代王者の威厳。初代王者ウルバリン早すぎる。なんということだ、初代王者早い。ワイマールマン、ここからの挽回が狙えるが、ワイマールマンちょっときついか、ワイマールマンちょっと厳しい。さあ、これは勝ったのは王者ウルバリンかな。ウルバリン勝利、王者ウルバリン勝利。ワイマールマンゴール前で屈服です。部族王が叩いてる。なんだお前はパタポンも刻まれパタポンまで刻まれてる。乱闘じゃ。ピーチティーショップからのクイーン、オモマン選手、今日は他の奴らを焼き殺してやる。なんと神々しい顎、すごい。これがピーチ帝国のクイーン、モモマン。きたー、ケロロ軍曹、ケロロ軍曹闇落ちした。闇落ちしてしまった、ケロロ軍曹。そういうことだ、ケロロ軍曹闇落ちしてしまった。かっこいい、剣がかっこいい。闇落ちしてしまった、ケロロ軍曹。どういうことなんだ、ケロロ軍曹。誰なんだお前は。何なんだその顔は、果物帝国のクイーン、モモマン VS 闇落ちしてしまった、八頭身ケロロ軍曹の戦いいます。位置についてよーいスタート。見えたかな、見えなさそうだな、見えたかな、見えるまでやる、見えるまで投げ入れる。よし行け、よし行け、スタートや、行け。さあ、行ってくる。さあ、ほぼ横並びか。これは照らしている、闇落ちしたのに光で照らされている男。あ、ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、頭を突っ込んでいる。頭を突っ込んだ流体になり頭を突っ込んでいった、ケロロ軍曹。これで手のダメージも安心だ、ケロロ軍曹。さあ、追っていくケロロ軍曹。さあ、抜けていく、ここを抜けていく。だが若干有利はモモマン選手、さすが果物パワー。さあ、だがケロロ軍曹頭をつけて手のダメージを食らわないのはいいが、ここで落下を狙ってくるモモマン選手、華麗に抜けていく。さあ、クボタイト P にヒット、クボタイトにヒット。さあ、ケロロ軍曹、頭が草、流体でその頭は草しか生えない。そして照らす光、光っている闇落ちしてなお輝く男。なんということだ、美しい、これが光か。愛されていたケロロ軍曹、みんなに愛されていた。
だから光を失わなかった。この男、闇落ちしても闇落ちしても、おっと、ここで、あー、見えない体を、見えない体を使っていくが、頭だけはくっきり見えていく。頭だけはくっきり見えています。ケロロ軍曹、闇落ちケロロ軍曹、なんということだ。見えない体で逆転を狙う。さあ、この先果物帝国の女王が攻撃を受ける可能性もあります。まだ逆転は狙えるが、ケロロ軍曹風船の灯火、ケロロ軍曹、ケロロ軍曹風船の灯火、ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、ここ安全に安全にゴールを狙っていきたい。さあ、当然先にゴールしているのは果物帝国の女王ボボマン選手だー。サービスショットで、あーここで吹き飛ばしていく。おめでとうございます、ボボマン選手の勝利。ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、ケロロ軍曹かっこいい、ケロロ軍曹剣さばきかっこいい。クボタイト先生、おめでとうございます。クボタイト VS、 クボタイト VS ケロロ軍曹、ブリーチ VS、 ブリーチ VS ケロロ軍曹、ブリーチ VS ケロロ軍曹戦い。あいつ危なっ、あいつあいつわざと外してるのか。いつでも俺を殺せるということなのか、あいつ。なんということだついに乗れたんだな。さあ、ゲール G、 カーボーイ改めゲール G ですね。ケロロが闇落ちして入ってきちゃったでしょうか。ケロロ軍曹が闇落ちして入ってきちゃったでしょうか。ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、あゲール G の、ゲール G の殺意が、ゲール G、ゲール G の殺意が、殺意が高すぎる。ゲール G の殺意が高すぎる。殺意が、ケロロ軍曹、開幕殺されそうになってる。ゲール G の殺意が、殺意が高すぎる。なんということだ。ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、開始早々殺されそうになる。なんということだ。戦いはもう始まっている。盾バトルが、ゲール G の盾が強い、ゲール G の盾が強い、ゲール G、 ゲール G が、ゲール G が、ケロロ軍曹が、ケロロ軍曹が死ぬ、ゲール G、 ゲール G 盾で、盾で殴り殺してしまった。ゲール G 盾で、盾で殴り殺してしまった、ケロロ軍曹。そして貫禄のこのポーズである。さあ来たー、ブラッドボーン最速の男ミコラージュ、ついに来た。おっと、ケール G が脱いで姿を現したのは伝説の男カーボーイ。やはりお前であったか、カーボーイ姿を現したのはお前だったか。そしてミコラージュ腕を持っている、警棒が高い、かっこいい、なんとかっこいい姿風格が漂ってます。さあ、ブラッドボーン最速の男ミコラーシュ VS 伝説の男カーボーイ、狙っている。カーボーイ、伝説の男カーボーイかっけーかっけー、狙っている。なんてかっこいいんだ。さあ、アピールは十分。ブラッドボーン最速の男ミコラーシュ VS、 VS、ゲール G だと思っていたら中身はカーボーイ、伝説の男カーボーイ。さあ、このレースは伝説になるぞ。さあ、走っていき、最後にじゃあ見ていきましょう。第一レース、おそらく最後かな、第一レース最後の走者です。いきます、二人とも、あ、二人ともなんか寝てるのか、あれは、いや違う、睨み合ってるのか、睨み合ってますね。いきます、位置について、よーいスタート。第6レース、見えたか、見えてないのか、睨み合ってるのか、お互いが睨み合ってるだけなのか。さあ、動かない、両者、お、立ち上がった、両者立ち上がった。ゆっくりとカーボーイがグッドサインをしながら正面から来たの、カーボーイ、
カーボーイ正面から来ました。正面からやってきてニコラーシュ、そしてどういうルートを通っていくんだ、全然読めないぞ。ニコラーシュ先行、それをカーボーイが追っていく。ニコラーシュ先行、カーボーイそれを追っていきます。さあ入った、さあ狙っていく、さあ狙っていった、いった、ここ狙っていく。さあ謎の緑の謎の緑の弓使い狙っていく、炸裂弾で狙っていきます。ニコラーシュが若干有利か、ニコラーシュが若干速い、ニコラーシュ若干速いです。さあカーボーイがそれを追いかけていく形、ちなみにここのショートカットは、ありね、ショートカットするのは全然ありというルールで。おっとカーボーイの体力がちょっとピンチか、ニコラーシュ速い、ニコラーシュ速い。さあカーボーイ降りてきました、カーボーイ降りてきました。さあ追いかけていきます、伝説の男、伝説の男走っていく。あ、ニコラーシュ溶けた、ここでニコラーシュが溶けた。さあ伝説の男、カーボーイこのまま走り切るか、ブラッドボーン最速の男、ブラッドボーンでも走ってる間に攻撃を受けていましたが、今回も攻撃を受けてしまった。ニコラーシュ、ブラッドボーン最速の男はここで脱落、無念の脱落。さあカーボーイ、伝説の男カーボーイ、ここを走り切れるか。ゲール G かと思われていた男、なんと実は中身はカーボーイだった、伝説の男カーボーイ。これは闇竜2人追いつけないのではないか、もしかして。カーボーイさん抜けていきたい、ここから落下とか事故がなければ。1人死んだー1人溶けた、闇で侍子ちゃんの方かな溶けてしまった、なんということだ。さあカーボーイ早すぎる、カーボーイ早すぎてカメレオンマン手足ができない、手も足もない。弓で最後の一撃、最後の一撃、聖女アルトリウスにクリーンヒット、聖女アルトリウスにクリーンヒット。さあここはもう追いつけない、さあここはもう追いつけない。さあ伝説の男カーボーイ見事勝利、カーボーイ見事勝利、カーボーイおめでとうございます、おめでとうカーボーイ。見事、さすが、さすが伝説の男カーボーイ。まずだカーボーイ、やめろカーボーイ、行くなカーボーイ